そっちか。アニメ伊藤。まさかさやかさんからも。こんばんは。急な話で申し訳ないんだけど、わあ、あさっての日曜日って空いてる？あなたと一度会ってお茶してみたくて。ほう。最近予定が立て込んでて忙しかったんだけど、日曜の昼ならなんとか時間が作れそうなの。どうなら？どうかな？こんばんは。お誘いとっても嬉しいんですけど、あれ断っちゃうの？日曜の昼ですか。もうダブルブッキングして急いでさ、両方をさ行き来するあれやろうぜ。もしかして何か予定があった？スケジュール確認して明日改めて連絡でもいいですか？もろちん、連絡待ってるね。おいおいおい、そして M さん、そして M さんも、くぅ、ぜひさやかさんと優雅にお茶したかったのに。よりによってなんで日曜の昼なんだ。予定ってほんとかぶるよね。わかる。案件とかもさ、なんか納期とかさ、めちゃめちゃかぶるし、なんでかぶるんだろうっていうね。俺は愛理ちゃんとさやかさん、どちらかを選ばなくてはいけないのか。そこにって、 M さんからもメッセージが来てるな。まさか。こんばんは。日曜からアイスタの映画公開されるじゃないですか。よかったら一緒に見に行きませんか？13時スタートの声優さん舞台挨拶がある回がチケット2枚取れまして。うおー、これは行きたい。どうですかね。こんばんは。え、マジですか？よく取れましたね。すげー行きたい。でも日曜、日曜か。あ、日曜はすでに予定入ってました？もし行けないようであれば、フォロワーのアイスタ好きの知り合いに譲るんで全然大丈夫ですよ。スケジュール確認するんで、お返事明日でもいいですか？もろちん、明日の夕方までにお返事いただければ。お返事、待ってますね。くっそー、なんで、なんでみんな日曜の昼なんだ。俺は明日までにこの3人の中から誰か1人を選ばなければならないのか。なんて辛いんだこれ。一体どうすれば。教えてくれゼロ。ゼロは何も答えてくれない。とりあえず今日はもう寝るか。先延ばし。俺は突然やってきたモテ期に、おてき頭を抱えながら布団の中へ潜り込んだ。今日は土曜だからお休みか。そういえば日曜日に誰とデートするか決めなきゃいけないんだった。明日でマリーズの無料期間は終わりだし、これが実質最初で最後のチャンスなんだよな。いや、課金してさ、他の2人ともいい感じならもうちょいやれよ。あん、ダメだ。布団でうだうだしてても決まらない。気分転換に外に出よう。誰とデートするにしても、そもそもデートに着ていく服がない。でしょ？服を買いに行く服がないでしょ？大学に着ていってる服は何年も前に母さんが買ってきたヨレヨレのものばかりで、デートするには向かないだろう。今日は街に出て新しい服を買いに行こう。相手を決めるのはその後でもいいはずだ。俺はパジャマ代わりに着ている中学のジャージを脱ぎ捨て、物持ちいいですね。出かける準備を始めた。お、これは何袋だ？あ、池袋だ。書いてあった普通に。よくこの素材とかで普通に街中を表現したりするからさ。週末なだけあって、大通りは行き交う人々で混み合っていた。いや、池袋のサンシャイン60通りは曜日関係なくあんなもんだぞ。特に目当ての店があるわけでもないので、人の波に流されながらダラダラと歩く。勢いで来ちゃったけど、服屋なんて全然知らないし、
どこで買えばいいんだろう。駅前の方がいい服多いぞ。ここら辺だと、なんかユニクロがあったりとか、サンシャイン中も、なんか悪くはないけど、なんだろう。女性の服の方が多いから、男物そんなになかった気がするな。まあ、大通り沿いの適当な店に入ってみればいいか。いや、逆にこの通りはないぞ、ほんと。キョロキョロと辺りを見回していると、俺の目に見慣れた青い看板が飛び込んできた。でも GU ね、この通りじゃないぞ。てかこれサンシャイン60通りじゃないか。ラッシュとか、あっちがある、ラッシュとかマックのあるあっちの通りかな。そっちだったらね、進んでいくとユニクロと GU が並んであるけど。あれは。そっちかー。アニメ、伊藤。アニメイトとは、アニメ、コミック、ゲーム関連商品を販売する国内最大手のオタク御用達ショップである。全国各地に店舗があるが、中でも池袋にある本店は9階建てのどでかいビルを構えており、圧倒的な存在感を放っている。最近リニューアルしましたよね。当然俺も日頃からよくお世話になっている。ただアニメイト、今は新しくなってどう入ってないからわかんないんだけど、昔はさ、1階が狭くてというか、ごった返して、で上上がろうにも大変だし、エレベーター混んでるしで、正直上上がりづらかったんだよね。今マシになったのかな。そういえば今日は俺が好きなラノベの新刊発売日だった。前に M さんが言っていたアイドルマイスターズの新作フィギュアも気になる。 SNS でハイクオリティすぎると話題になっていたし、買うかどうかは別にして一度実物を見ておきたいんだよな。どうする？アイフル行く。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけアニメートに寄り道しよう。ここの選択肢は分岐に関係あるんだろうな。新刊買ってフィギュア見たらすぐ出るから。ああ、これこそバッドエンドルートか。服を買うお金がない。俺は自分の欲望を抑えきれず、アニメート池袋本店へ突入した。それが良くなかった。自宅。メイドさんとつながりたい。異世界転生した俺のスキルが世界最強ってマジ。くー、やっぱ太郎先生の書くラノベは面白えな。早くアニメ化しないかな。そうつぶやきながら俺は、異世界転生した俺のスキルが世界最強ってマジ、いきなりギルドを追放されたので今日からママ属性の美少女シスターとのんびりスローライフ4巻をパタリと閉じた。他にも平積みされてた新刊を何冊か買ってみたけど、このメイドカフェ体験ゲーム、まさかラノベ化してたとはな。もしかしてこの作者の別ゲーかな、これ。何度プレイしても出禁になるからバグゲーかと思ってたわ。見るだけにしようと思っていたアイスタフィギュアも、実物を見たらめちゃくちゃ出来が良くて可愛かったので衝動買いしてしまった。おかげで財布の中身は空っぽだ。あー、服買えてない。あれ？何かを忘れてるような気がするけど、なんだっけ？まあ、いっか。どうせ大したことじゃないだろう。ああ、変身すらしてないの、お前。そうだ。明日のデートどうするのか、いい加減返事をしないと。ああ、もう終わってるぞ。なんなら M さんはもう夕方までって限定されてたしな。日曜日は誰とデートに行こうか。え、まだ間に合うの？この時点では間に合わないと思うんだけどな、もう。誰とデート？じゃあ最初に誘ってくれた愛理ちゃん。決めた。君に決めた。愛理ちゃんとデートをすることにしよう。まあ服を買ってないから、誰と会ってもバッドエンドルートとかかな。愛理ちゃん、返事遅くなってごめん。明日予定大丈夫だったからご飯行こう。オッケー。オケマル水産。じゃあ池袋駅東口の前に12時集合で。池袋駅前ってさ、集合場所難しくない？池袋あたりはさ、わかりやすいけど混んでるし、東口出たあたりとかもね、微妙な開け方だからね、難しいな。どこ集合がいいんだろう、あそこだと。了解、楽しみにしてるね。なんかサンシャインとかそっち方面行くんだったらさ、もはやサンシャイン入るとこのあそこら辺とかさ、ハンズ、今はニトリか、あの前あたりとかよく集合場所にしてたな。残念だけど、他の二人にはお断りの連絡をしておこう。はぁ、アリちゃんとのデート、楽しみだな。そうだ、明日のデートに備えて、
いろいろ予習をしておかなきゃ。カタ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 、ターン。俺は久しぶりに一流ナンパ師カズオの恋愛必勝ブログを開き、初デート必勝テクの内容を頭に叩き込んでから早めに就寝した。そして日曜日。